インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ねえ、ということ久しぶりじゃないですか恥ずかしながら戻ってまいりました。市岡さん、元気になられました？はい、元気になりました。もうすっかりもう酒物お酒物、まあ、それがバロメーターみたいなところありますからね、はい、今日も元気だ、タバコがうまいです。ああ、いや最高です、最高です。コロナ中はタバコももう全く吸いたいも思わないぐらい、ゲホンゲホンで、ゲホンゲホンで、なるほどなるほど。性欲も全然なくて、聞いてねえけどな。いや俺このまま終わっちゃうなと思ってたら5日目に無精しました元気やん。ちゃんと熟女の夢見て性癖も何も変わらず完全に元気になられたってことですね、はい、まあ良かったです、良かったです。それは、はい、まあ、今日、はい、まあ、久々に僕、まあ、立ち会うんですが、はいはい、まあ、16日にですね、うん、ヤングチャンネルの DM の方に、うん、ちょっと本日ヤングさん南越谷楽園にいましたかというDM をいただきまして、はい、すごい似ている人がいて、はい、YouTube で拝見してる人がいてちょっとびっくりしました、うん、声をかける勇気がなかったですが、ヤングさんだったらもったいないことしたな。ユニコーンを打ってたそうなんですが、はいはい、ハンドル固定してませんでした。あのまずその前に、はい、それは孫うことなき渡すです、はい、ほんであの、はい、収録も何にもない日だったんですよ。 何もない日っていうか、俺間違えてて日にちを今日は南越谷で朝から収録だと思って9時56分ぐらいに着いて、うん、おらっつって、あの演者さんとか、まあね、あのスタッフとか大体溜まってますもんね。そうそうそう、開店前だからどこでわらわらっているやろと思ってこうって言ったら、あれ誰もおらへんってなってただ単に僕が収録でも何でもない日に勘違いして朝から南越谷に行ってたって話で、違うの。でも3人ぐらい声かけられたんですよ。へー。ほんであれ今日どうしたんですかって言われて、いやあのね、今日収録だと思ったんですけど間違えて来ちゃったんだよねって言ったらおじさんがさすがっすねって言ってさすがっすね褒められて、さすがヤングさんみたいな、あーヤングさんっぽいなそういうのみたいな感じでジュースもらいました。あーよかったよかったよかった。あと計3名、今日なんでここにいいんすかっていう声をかけられて、あの全部説明して、あの全然関係ないんですけど、来ちゃいまして、来ちゃった流れ上打ってますって言って、ユニコーンがね回ってたんです。らしいですね。そうなんですよ。22個ぐらい回ってたから、結局することないわけじゃん。仕事だと思って来てるからさ。確かに。5時ぐらいまで打っちゃって。5000円勝ちました。勝手に来店してたんですね、はい、勝手に来店してました。なるほど。そのようなことがあって、まあ、ハンドル固定してないということで、それは声かけてくれ、うん、声かけようかと悩んだ人がツイッターっていうか、あの、うん、メールをくれて、うん、ハンドル固定はしてなかったと。いや本当してないんだな。当たり前じゃない、執行猶予中ですよ。そうです ね。まあまあそのようなことがあなたがコロナでうんうん言うとる間にそんなことがありましたっていう、はい、話でした。はい。今日は裏ワイドになってますが、はいはい、今日珍しく僕発信の話があるんです。そんなことあんの？あんですよ。そんなことあんの？つい先ほど数時間前に、あの小ごもりさんって方から出た、なんか情報が入ってきまして、おうおうおう、あのねガロゴールドインパクトに関する情報でございます、うんうんうん、なんとですよ、タイトルコールね、ガロゴールドインパクトがとんでもないことにてーてーてー、なんだこれな、わからんけどな、お気に入ったな、とんだ自家中毒ですよな、お気に行くやろ、違う違う、じゃあガロのゴールドインパクトが4万台入るんですけど、もうあの大阪とかは先に入るパターンとかがあったり、うんうん、大阪は先行導入になってんのかな、うん、なんかもう設置し始めてるお店があるらしいんですけど、はい、なんと、うん、そのガロの新しいやつの枠、うん、ドル箱が入んない説が、そんなことある？いやあのね、聞いたところで言うとドル箱は入るらしいんですけど、はいはい、やっとのことで、はい、ドル箱こうはめちゃったら、うん、もう手とか入れる隙も全くないんですってだってちょ見て、こんなんですよ、なんかかなり下までギャーって来てるじゃん、なんか分からんけど、はいはいはい、これ見た感じでもドル箱入るスペースあるってなりそうなんですけど、なんか実際問題、ギリギリまあ普通のドル箱がギリギリ入るぐらいで、うん、で手とか入れられない、
で、本当左にずらして使ってもらうみたいな感じだったらしいんですけど、台間が狭いともうすぐ隣の台のハンドルが近くにあるから、それも結構厳しいみたいな、無縁ボードとかも今あるしね。そうね、そうなんですよ。そうだから、パーソナルシステムのところは問題ない、まあ問題なくダーってやれば別に使えるし、でいろいろなことが言われてんすけど、まあこれがなんか結局スマパチの企画で作ったんではない、そもそも弾を想定していないってことね。いや、わかんないけどね、うん、いや可能性はあるなって。全部これは憶測の息を出ない話なんですけど、だこれがどうなるかですよね。確かに、まあ1月23日ですからもうすぐなんですけど、狭ってなるのか、なるほど、意外といけたわってなるのかわかんないですけど、でもなんか手違いでねこぼしちゃうお客さんとかいっぱいいそうだよね。ドル箱まず球詰めるのがあれだし、うん、持ち球で打つとき大変じゃん。いや、そう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 、どこうなんか膝の上にこうやって置いてこういう感じにポロポロやるよ、ね、なるんじゃないですか。あとドル箱の交換ね、上げ下げの時出た時に呼んで、オール1500発だからね、当たれば絶対一発いっぱいになるんですよ。それ変える時も大変、座ってるところ台があって店員さんがこうなね、なんか大変そ う, そう大変ですね。ただ、ま、なんかそんなようなことなんで、これちょっと東京の方でも設置されて実際どうなるのかはちょっと注目かなと思ってます。以上、珍しくヤングからの話題でした。スロット復活の兆しがより鮮明に。てててててて。てれ。これは記事はこれです、ね。あ、はいはいはい。このグリーンベルトさんの。あ、なるほど。グリーンベルトさんの記事。シーズリサーチさんっていうなんかマーケティングの会社があるんですけど、そこが3ヶ月に1回、まあその景気の動向みたいなのお店に多分聞き取り調査をしてるんでしょうね。でそんな中で、ね、パチンコはあんま良くない、明暗が上がれる結果になって、パチンコはねマイナスなってて、より厳しい状況に陥った一方、パチスロは15期ぶりにプラス圏まで回復したって。すごい。多分1期が多分3ヶ月に1回とかだからね、もう3年4年ぶりってことなんでしょうね、おそらく。でまあもちろんその結果としては、スマスローと、まあ、6.5号機、これが後押しでどんどん、まあスロットの調子というか成績が良くなってきてるっていうのを、お店さんが肌で感じてて、最近いいですよスロットって言って、で、今後に関してもかなり期待できますみたいな見立てになってるっていう、はい、お店の現場の生の声ですね。なんでまあ本当にやっぱスロットお客さん戻ってきてんだなっていうのがはっきり数字の形になったっていうことなんですけど、同じくそのグリーンベルトさんでシーズリサーチさんの発表したマーケティング会社が選ぶ2022年の、最有料パチンコパチスロ機っていうので、それぞれベスト10が出てます。なるほど。まずパチンコからいきましょうか。去年の話ですよ。1位リゼロ、まあそうよね、まあこれはね、そうだよね。で2位がね、エヴァ、まあ、この辺もあれじゃないですか、はいはい、でこれは総合ランキングになってるんであれですけど、3位すごいですよ、タカスクリニック。うそ、ガン抜きしたんやろこれあ、まあそうか、そういうことか。そう、儲かったわこれっていう、ダイヤラ高めにしてたんじゃないですか。なるほどね。だからね、ちょっとなんだろう、ランキングが4位がね7つの滞在、はあ、で5位が北斗無双ジャギ。ジャギね、うん、あれはな、本当刺さればでかいですからね。で6位がパチンコ筋肉マン、カジバゴールド、はいはいはい、うん、で7位がルパン三世2000カラットの涙、8位筋肉マン3、友情シルバ ー, あ, ー, なるあ、これシルバーの方か、ゴールドシルバー両方ランクインしとんのや。で9位ワンパンマン、で10位がトワルなんですって。これがパチンコ。でも海ってないんですね。多分その利益率の儲かった、うんうん、で海は甘い運用じゃないですか。まあ、そうか。じゃないとやっぱさ、あんな高い順位にさ、高須クリニック入ってこない。あるわけないよね。イラってきたもん。なんか6万負けたとか思うな。思い出しちゃったもん、ね。思い出して。うん、でスロットル、これはね、いろいろ評価分かれるところだと思うんですよ。見る人がやったらやっぱ、ナンバーワンはカバネリだっていう人結構いると思うんですけど、打ち手から見てもね、なんと1位はね犬夜叉でした。なるほど。やれる 6.5 号機っていうことで一夜行く火がついて、
良くなったんで、ね、これからみたいなところありましたからね。そう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 、あの、ね、その時点ではね、はい、出た時はだから1位犬夜叉、2位カバネリ、うん、3位が新鬼武者、なるほど、で4位がブブブ、おで5位がアクエリオンオールスターズ、これ知らんけどな、6位この素晴らしい世界に祝福を、知らない知らない、これどういう台ですか秋山さん。通常時から指定ゲームなく打てる機種でメーターがついてるんですよ、うん、で引く子役によってポイントが溜まっていくんですよ、うん、でそれを一個一個消化していくんで、うん、どの状況でも打てるし、うん、であの結構好きな人が多くて、うん、あの高設定バラエティとかでたまに入ったりとかっていうので、うん、確かどっかで入った時は万枚もあったんですけど、へそれ 6.4 とかより前ですよ。あーそうなんや、そう古い台です。へー、はい、いやハイエナしにくいじゃん。はエナはすごいいいんですよそうなんだこれどこの台サミーですね。じゃあそのうちこのシステム使ってでかい球でやってくるみたいな可能性も、大型半券とガッチャンコしたら跳ねそうじゃん。このスバも大型半券なんです。あ、はい、このスバが、はい、そもそもそうなんです、なんですって今度打ってください。わかりました。それが6位で7位マッピー、8位バイオ、あのリーの方ね、はい、で9位が番長ゼロ。9位これ番長もっとあれなイメージだけどね、番長儲からないんじゃないの。あ、まあ確かにあれは儲からない。だからお店に利益をもたらしてくれた台っていう見方でいいのかな、うん、10位ハッピージャグラーとなっております。 なんでまあこんな感じですけど、もうだから今年は違いますよ多分、うんうん、もうオール 6.5 とスマスロになるんじゃないですか多分ラインナップ的には、うん、パチンコはまあ分かんないですけど、ヤングさん的にランキング変わってない、うん、そうスロット面白いなランキングで言うとやっぱ鏡が入ってきたら鏡が結構上に来た。鏡もう飽きてきた、もう打ちすぎて。あそう、まあでもって言いながらも俺さっきまで鏡打ってた昨日も打ってたよね、うん、そう大好きやん昨日も打ってたお前が大海王打ってる時、ね、お前大海王出たのあれ3番負けた2連単や2連単そうですかそうですか、まあまあそういうような結果なんで、うん、まあ、今年はどういうランキングになるか、うん、これもまたちょっと楽しみですね、はいはいはい、と。スロドルの演出がすごいことにてーてーてってれーてーてれ笑っちゃった。いやいやもうあのねお伝えしたんですよ、スロドルっていう台が、まあ、3000台ですけど3月20日にデビューするっていうので、うん、まあ、我々の、まあ、8人出られるのかな、うんうん、あの大体が知り合いの人ですよ、まあ、知り合いって言ったら話したことはあるぐらいの人が、女子ライターの人がたくさん出てるんですけど、いろいろ前はティザーだけでああだこうだいろいろ言ってたんですけど、まああのね、本ちゃんの PV も出たり、うん、あとねシダ動画上げてる人が結構いるんですけど、確かに、うん、めちゃめちゃおもろいなシダ動画な、やばいやばい、なかなかだな、あの女子同士がスロットで対決するのな。あ、そうそう、あと上乗せの、うん、俺夏美ちゃんのやつ、ダウニー沢さんのツイッターかな、はいはいはい、上がってたんですけど、見たかも、おすごいで、なんかあの場面に合わせて上乗せを言うゲームみたいな、いろいろ言うてくの、大が恥ずかしそうに上乗せとか、びっくりした上乗せみたいな、目押しをミスして上乗せみたいな、な店員さんを呼びながら上乗せみたいなんで、な大変やなあの仕事。だからやっぱ気になるのはやっぱ裏面ヘラモードみたいなのが、霊が闇落ちする、ギドラレイになるみたいに、なんか闇落ちしてギャーってなったらもうギドラフェアリー名指しすなお前な、分からんけどな、なるほど、なるほど、ね、な5000枚確定みたいな、あすごいな、フェアリーがメンヘラで暴走したらみたいな、すごいじゃない、これ俺らが勝手にでもこんな感じで開発もやったでしょうよ絶対そうだよ ねみんな絶対好みが反映されとると思って、うん、俺あの子がいいみたいな、絶対そうです、うん、ほんで由美子が時短だ踏んどんないで呼ばれるわけねえだお前あんまりやろお前それはな、お前由美子に謝れ、なんで今由美子なの分からんけどなぜ私が呼ばれないんだろうなみたいな女子ライターの人が、私が呼ばれてもよかったんじゃないみたいな人が、それはいっぱいいるかもしれない、いっぱいいるんじゃないですかっていう話ですけど、いやスロドル本当に楽しみですね。前うちで打ちに行きましょうよ。いやだからそれよ、絶対行きましょう、誰かと打ちに行きたいぐらいやもんね。そうね、一人じゃもったいないね、その人と出たな、出てる人とスロドルを打ちに行くっていうね、で由美子が物陰からこうやって
市原悦子みたいな。じゃあ由美子と打てばいいじゃん。そうか、呼ばれんかったなっつって、あ、由美子と打てばいいのか。そっちでいいじゃない。そうでいいのか。なんかわからんけど、いろいろ膨らみますよね。うんうん、なんか、ね、ワクワクしてきました、はい。皆様、スロドルは3月20日導入となっております。なるほど、楽しみに、期待して打ちましょう。うんうん、さあということで今回もいろいろな話題取り上げさせていただきましたが、ベスト10に入ってる台あるんじゃないですか、この中に、ね、ルパンとかもありますね。ルパンあります。ただシャカラッシュと豊丸の台は入ってなかった。やっぱ人気のある台、いろいろね、打ちたい台と儲かる台また違いますから、うん、皆さんはね、本当ユーザーに末永く愛される台待ってますよ、皆さんのところからのね。はい、さあということで今回も適当な話を3つほどやって、ちゃっちゃと終わらせてやりました、ご視聴本当にありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。